かいつも苦悶の表情してるけど原作だとどんな子なんですか？に対する一般先生たちの反応集。なんかいつも苦悶の表情してるけど、原作だとどんな子なんですか？思ってたより小さい。女の子にしては高い方じゃね？怪しい組織のトップ。らし。お菓子食べれなかった。実はミラクル5000食べたかったんだよね。趣味が先生と一緒にいることな人。ど天然な上純粋培養な子。陰謀に巻き込まれてみんなを集めた式典で、エロ本読まされそうになった人。うこ我慢してるの？偏見で悪い印象持たれてるけど、それはそれとして本人の言葉選びが悪い時がある。いきなり夜呼びつけてきて私には秘密があるんですふっとか言ってくる子。その秘密がなんかはわからない。生徒会自治区の長に匹敵する発言力を持つ、隠し事の多い武力宗教組織のトップだよ。作中とある大事件で生徒会の権力が弱まったことを機に、これから先は積極的に政治介入していくことを宣言したよ。そして過激派だった初代トップの衣装を着るよ。ものすごい危険人物に見える。大も悪意も全くない良い子なんです。信じてください。大事件の首謀者すぎる。外せない仕事中に目の前でレア物お菓子が販売されてる。私に対する誤解が最近本当にひどいのです。うこを我慢してる子。ちなみに前身の組織は、自治区内での統治及び裏の仕事粛清等を受け負ってたよ。隠し事が多い。食べれなかったお菓子の元ネタが、キリストの奇跡関連ってのが本当なら割と意味深なやつ。ミラクル5000のミラクルってそういうことなの？詳しいことは忘れたけど、キリストの起こしたなんかの奇跡で上を満たした人数が5000人。まああの時は最終的に食べられたし。団長早く来てくれー。自分が怖い人じゃないと証明するために、全学園に対してものすごい権限行使できて、武力もやばい大人を呼びつけて説明させる。これどっかの独裁者が教皇とか呼びつけるやつでは、地方ヤクザが吐くつけるために、上部団体の偉いヤクザ連れてきて威圧するやつじゃん。皆さん楽しそうにお話ししていますね。皆さん楽しそうにお話ししていますね。本人は普通よりの子なのにやることなすこと裏目に出て、結果として恐れられるギャグ漫画の主人公みたいな子だよ。元ネタケルビムだとしたら異様の天使多すぎるタイプだから、そこら辺が周りのドン引きと恐怖のネタになってるのかな。悪い人ではないけど、やり方がことごとく悪い人。女版エンジェル伝説。世間知らずな面もあるけど、自分の言動が誤解を招いてるってちゃんと理解してるからややこしい。割と事実だけを並べるとヤバい人なんだよな。拉致までやるし。まあ監視も普通にやるくらいにはトリニティな組織。ヤクザが人気のないとこで話そうやって言ってるのと同じなんですよあれ。ちゃんと古書館を手勢で囲んで差しで話をしに行くべきだったな。ただの委員長みたいなものだよ。宗教儀礼を統括していて色々秘密が多くて、他派閥から独立した武力集団でもあり、過去にはない部粛清に暗躍していたこともある組織の。30分くらい祈ろうと思ったら、ワッピって1回言っただけなのに、恐ろしい情報網と裏工作は割としてる。カトリックの情報網は最強だからな。桜子様当人の思想はともかく組織はまあ、桜子、サクラメントイコール秘跡なので、秘密主義キャラなのだと思われるが、性格バレてからは割と露骨に花子から舐められてるやつ。舐める、親しみやすい、思い通りに動かしやすい、本当に後ろ暗い部分もあるのが困りもの。ミカが警戒して花子が頼りにするくらい独自の情報網があって、普段から情報収集してるのは事実なんだよな。シスターフットは花子のおもちゃ。可愛い女の子と会話して元気もらってるし実質キャバクラ。今の花子はきっと桜子様大好きだよ。スキルでプレッシャーとか重圧みたいな感じのやつがないのが、不思議になってくる。ちょっと微笑むだけで集中砲火が始まる EX。ユスケな時代があれだったし、今も隠さないといけないことは多いっぽいしね。シスターフット桜子様は背負う覚悟決めてるのがね、これがマジだとなんで現代のドンが知らないんだよとは思う。水着で徘徊してるパイパイのがヤバいのでは。この子をグズグズに依存させた後、エチなこと迫って断れるかどうか試したい。仮に了承されても冗談で済ませたい。次期トップが変態ですけど大丈夫ですか？マリー変態だったんだ。ありだな。ケーキはわずかな食べ物を5000人の民に分け与えて、期待券ビリビリボバーン奇跡した関連のネタなのは、名前そのまんますぎるからまあ間違いだろうな。ワッピってなんだよ。タイミング的には別れの挨拶。
つまりお前がこの世で聞く最後の言葉だ。自分たちでアリウス弾劾して自分たちで逃がすって何したいんだよ。後ろ暗いことしてた上も悪くない？宗教組織の大事な経典を勝手に複製外部持ち出しだから、まあガチに怒られるやつですね。言ってくれれば許可したのに。あのシスターフットにそんなお願いしたが最後、月のない夜に殺されるに決まってるしほら来た。それはコピーした時点で覚悟はしておきなさいよ。日向さんはどこですか？誤解されやすいだけですげえいい子なんだよ。上のやらかしは花子どころか、先生にすら言ってないからマジでシスターフットの調査力が異常。ミラクル画線に釣られるけど、桜子様をはめるくらいには策略家のモブがいる。かつてはイターナリウス学派を弾圧してたけど、最近はそういうの良くないよねと反省したんだ。反省できるのは偉いんだ。特徴らしい特徴が前髪くらいなんだよね。頭の悪そうなヘイローデザインしてる。顔面白すぎて言われるまで誰かわかんなかった。覚悟衣装はどういうセンスなんだよユースケな。あいつら全般的にそんなんじゃん。ラチは自分がその立場なら、私を信じることはできないけどとか言ってるのが本当にダメだった。頭は良いのにね桜子様。どれだけ信頼してる先生にも、絶対打ち明けられないシスターフットの秘密を普通に知ってはいるからな。あなたにも言えない秘密がありますが、最上級の信頼の表明なんだからすごい。鳩ヘイローのおかげで判別は楽だぜ。意外と意地張ってるし銃を可愛くしてるしで、本当に普通な子なんだなって。すごい使命感と責任感を持った秀才ではある。ただすごい天然。桜子様シスター服じゃないと、マジでヘイロー見ないと誰かわからん。今はクリーンな組織だとしても、本の複製の件はなぜかバレてるのが怖すぎる。一花子がバラした。二ひなたは迂闊だから普通にバレた。三ひなたの様子がおかしかったから桜子様が部下に、ちょっと様子を見てきてくれませんか？ってお願いした。やはりシスターフットは。ダヴィンチ、コード好きそう。ウイは好きだろうな。本人がいい人で優しいのはほんと。組織が隠し事多くて昔拷問とかしてたのもほんと。他のグループ潰して権力取ろうとしてる部下がいるのもほんと。花子取り入れて、ティーパーティーとか潰そうとしてる幹部いるのはやってるもんな。桜子と日向とマリーがみんないい子だから、シスターフットはみんないい子って思いそうになるけど。本人はそこまでのことやってないはずなんだけど、周りが盛り立てて伝説が勝手に生えてくる。だいたいクラウザーさん。声はかくましです。監禁しなきゃ。お誕生日会とか開いてあげたい。聖歌を歌って代表挨拶しておごそかに終わりそう。日向さん日向さんを呼んでください。弁護士をのトーンなんよ。マリーと日向とかいう最上級の癒し枠のトップがこれ。ぶっちゃけ本人の性格はその二人と同レベルに癒しなんだけどどうしてもね。